はい、どうもチューバーチャンネル TV カビアンです。今回も無双スターズゲームプレイやっていきたいと思います。聖域からワールドマップへ移動します。よろしいですか？はい、今回は国名の姫プレイしていきたいと思います。頼む、ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。あいつふざけやがって、やっちまえ。さ、超撃していきたいと思います。いざ、わかったわ。この超知力と勝負してもらおう。残酷だけど美しい英雄さん、あなたの力を俺に預けてくれないか。仲間になってくれたら必ずあなたを元の世界に戻す。約束する。ああ、よかる。私はどうすればいいのですか？このままでは本来の役目を果たせないなら。妖魔の入場だ。次は負けぬ。ミレニアと合流したいと思います。ヨカルの元へ戻るためにあなたたちに協力する。それが今の私の役目なら、生きるために私は戦う。さあ、誰を殺すの？容赦せぬ。せよ。たわけ。敵の大将が動かない？私の罠なら引きずり出せる。大変です、敵の援軍がやってきました。玉木軍曹、ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置したいが。シーソーは撃破ということで撃破されるな。人はそこまで残酷になれるのか？そもそも彼女は人なのか？こう、俺の前に立つか。いい度胸だ。突っ走る。俺は終走ってんだ。一つ勝負といくかい。リオンを任せ。足を支えて。ってなかなかやる。いいの間に合うよね。貴様の顔を覚えておいてやろう。君ってすごいのね。我が道を阻む者に容赦など無用。君ってすごいのね。君ってすごいのね。やるね。ネジスペシャル。いいぞ、行け。勢いってすごいんだね。この世界は私がいいのね。私が吸い抜けた次はあの高台を確保しないか。罠を仕掛ければ敵の勢いをそげるはずだ。
事に罠を扱っているな。一体どこで覚えたんだ？よかる。育ての母が教えてくれた。出演以来か。人間の魂を捧げる術を。母親が。それはなんというかすごい話だな。それが私の役目。ミレニアさんの人間に見えるけど、私は時人に育てられた存在。彼らに命じられた通りにただ人を狩るだけ。うまくいったか。うん、あっぱれじゃ。強いんだね。腕は確かだ。まだまだ。ここで焦っては敵に思うつもだ。侵入者は排除する。など無用。ブラーボー！実にお見事です。わかったわ。身体極まったか。
歌方の者の不もう迷わない愚かが相手だ。なぜそこまで戦うの？これでいい。もう敵は丸裸。あとは借りだけ。決めてやる。力か。いい度胸してるぜ。勇者に任せな。勇者せる。せよ。たわけ。出演以来か。行くぞ。ちくしょう。勇者も肩出しだ。次はこうはいかねえからな。我が道を阻む者に容赦など無用。あなたの戦いぶりが気になる。敵はもう東の道は使えない。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。次は
どこへ行くの？どの敵を狩るの？勝利いたしました。ミレニアさん。ええ。ああ、そう。新たなヒーローの仲間入り、ミレニアが仲間になりました。ちょっといいか。ああ。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。